はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはるです。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードワーストのベイルガープラスです。はい、こちらのゴッドバルキリーが発売された同じ日にベイルガープラスというのが発売されました。以前のベイルガーこいつよりパワーアップしてるみたいなね、うん、あのね、このベイルガーは、あんま使ってなかった、うん、なんでかっていうと面倒くさかった、いろいろ、うん、このジャックをね、このイヤホンジャックを使って通信するじゃんね、うん、でスマートフォン側でいろいろね、なんか音を上げたいとかなんかいろいろやんなきゃいけなくてめんどくさかったっていうのと、うん、あとこれがね、一回つけたらなかなか外れなかったそうっていうのがあってあんまり使ってなかった、うんうん、で今回はそれら改良されてるんじゃないかなということで買ってみました。それとここに書いてある通り10代のベイルガーよりも測定性能がかなり向上してるみたいなので、ちょっとこれも楽しみだね、うん、じゃあ開けていきましょう。はい、このような感じですね。はい、こちらがベイロガープラスですね。このあたりの、LED ライトとかこのメインスイッチ、うん、これは変わってないですね。そうだね、こう比較してみましょうか。こんな感じ、はい、で変わったのはこれだね、うん、通信スイッチっていうのが新しく増えました。あ、これがスマートフォンとか 3DS と通信するためのスイッチなんだって、うん、これを押すと 3DS とこうできるんだよ、うん、あとこれがシートカバーですね。この部分は前と一緒でパカッと開けられるようになってて、中はペラペラの紙だからね、うん、ここをまあ自由にカスタマイズできるわけだね。はい、マイチャンネル用のこうシート作ってもいいわけだよ。あ、それで我々が一番気になってたこの部分、あ、改良されてる、改良されてるよね。これ前のやつなんだけど、これね、取りにくかった、すごく太めになっているね。え、取りやすそう。これは取りやすいんじゃないかな、うん、だったら頻繁に使えるよ。そうだよ、うん、すごい。はい、ということで単4電池3本入れてみましたね、はい、入れたと同時にもう待ち受けモードになりました。これ緑の LED が点滅している状態ですね、うん、じゃあこのメインスイッチちょっと押してみるね、はい、いきます。はい、あ、交互に緑、黄色、赤って点滅してるね、うん、これはスタンバイモードみたいですね。お、 IR センサーが起動している状態だって。シュート測定や友達通信などができるみたい、うん、通信スイッチね、これだね、緑が点灯、赤や黄が、点灯か点滅、うん、している状態は音通信モードだって、うん、これで Nintendo 3DS やスマートフォンと通信を行うためのモードなんだって。または通信中の状態だった今ね、うん、すぐ戻っちゃうのこれね。そうだね、うん、ちなみにスマートフォンのアプリは4月末にアップデート予定みたいなので、これまだできないね、うん。でパパは久々にこのマイハランチャーにベイランチャー L をつけてマイハランチャー L としたいと思います。かっこよくなったね。で、これつけたいと思いますね、うん、で、シンクはこのソードランチャ ーブルー、うん、で、これベイガープラスをつけます、はい、あ、これいいんじゃない、やっぱりすごくつけやすくなったんじゃない。お、ちょっと待って、あ、簡単に外れる、これ。え、ほんと、うん、あ、今これくっついてる状態ですけども、上にこうね引っ掛けるともう取れます。あ、すごい。反対側も押し込むとつきます。これすごい楽になった、うん、じゃあちょっと一回シュートしてみましょうか、うん、はい、それではエイシン君からまずシュートをお願いします。ベイセットしたので自動的にスタンバイモードになりましたね、はい、じゃあエイシン君お願いします。 3,2,1 ゴーシュート。どうですか。 2でした。あ、でも3つ点灯してんじゃん全部。今の終わっ測定が終わったから。あ、そうなの。測定が終わると、うん、全部点灯。あら、いいでした。ゴーシャ。ほら、これ。あ、これが3だ。これ、あ、3じゃない、強だ。うん、あ、できたね。うん、よし、強でシュートできました。はい、はい、それでは私は、L なので、ロストロンギネスでいきたいと思います。まあ、じゃあ普通に、じゃあ強めにいくか。わ、うん、かりました。じゃあ行きましょう。3、2、1、ゴーシャ。あー、2でした。マジで2、そんなもんだったの。もっと強いはつもりだった。じゃあゴーシュ。あ、今日だ。あ、これだね。このこっち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 って点滅するのが今日なんだよね、うん、じゃあバトルしてみましょう。じゃあそうだね、バトルしてみようか、はい、僕ロストロンギンスでいきます。はい、僕はゴッドバルキリー 6VV VV、うん、あのね、この前ちょっと収録外でエシン君と対決してて、ロストロンギヌスがこの新しいゴッドバルキリーに全く勝てなかったのよ。そう、スピンフィニッシュで何度も負けてたよね。そうだからね、ちょっとね、あ、ちょっと待って、ゴッドバルキリーには
あの新しいさフレームがちょっと有効じゃない感じだよね、ゴッドバルキリーではね。3、2、1、ゴー。低速に行った、低速に。ほら低速が効かねえんだもん、全然吸収されちゃってるよね、あんまけちゃって。これねちょっとびっくり。3、2、1、ゴー。そう、バーストフィニッシュ。本当にウソのニュース、バーストされちゃったよ裏声になっちゃったよパパ。3、2、1、ゴーシュ。おいおい、いけいけいけ、今度はいい、パパいい感じ。いけいけ、バーストフィニッシュ。ほらちょっとおかしいってこれ、2連続バーストフィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。いけいけ、とっ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 と、力入る。ダメか、ダメだ。ドラゴンストームに変えます。はい、ゆるい。3、2、1、ゴーシュ。わーい、一発。3、2、1、ゴーシュ。おいおい、いけ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 。うわー、ちょっと、やばい。スピーフィニッシュを間近に狙う。ドラ、あー、いけー。3、2、1、ゴーシュ。うわー、3、2、1、ゴーシュ。うわ、カウンターを狙う。あー、はい、はい、ということで今回はベイブレードバーストのベイルガープラスシューター。はい、僕は、僕は3だったかな、2。はい、ということで今日の動画が面白かったのとか、いいねと思った方はですね、ぜひいいねボタンお願いします。いいねっていうか気に入ったと思った方はね。そして同時、お友達にもぜひ教えてあげてください。はい、あとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。